調査兵団に入るって決めたんだ。何なの？駆逐してやる！死んでやるもんか。何が来てくれよな。お人類の未来のためだ。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛を駐屯兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を駐屯兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。ウォール・ローゼの死守のため、みんな心して命を捧げよう。解散！はっ！エレン、戦闘が混乱してきたら私のところに。アッカーマン訓練兵、お前は精鋭班の後衛部隊に入れ。しかし私の腕では足手まといに。ミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でも頼みがある。一つだけ、どうか死なないで。死なないさ。俺はこんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。おいお前、もう一回言ってみろよ。バカと一緒でついてないって言ったんだよ、私は。なんだと？もう今は喧嘩してる場合じゃないよ。あ、いいところに。聞いてよ、ユミルとコニーったら。はいはい、分かった分かった。私のクリスタに免じて今回は仲良くやってやるよ。ああ、こんな時にいがみ合ってもな。とにかく一緒に頑張ろう。お前ら、くれぐれも私とクリスタの足を引っ張るなよ。口の減らねえやつだ。行こうぜ。俺たちの任務は中衛部隊の支援だったよな。よし、訓練の成果を見せてやろうぜ。ユミルが先行して偵察に出てるの。まずは交流しなくちゃ。コニー、任せた。このマスター見えたか？えらいことになってんぜ。巨人がもうこんなに。やるしかねえか。さっさと巨人どもを倒すぞ。頑張らなきゃ。私もみんなの役に立ちたい。次だ。
このバカより100倍マシだな。おい、誰のことだよ。あの縁談、救援要請だよな。おい、助けに行くぞ。ふん、ほっとけよ。こっちは私らの持ち場じゃねえだろ。でも私は行く。見捨てていい理由なんてないよ。よっ。始末。いやあ。次だ。ありがとう。助かった。何かあったらその縁談で知らせてくれ。その時は君の援護に向かう。助かります。これを使えば拠点を設営してくれて補給も受けられるんですよね。バレなきゃ私もみんなの役に立ちたい。よし、やるぞ。
落ちた。私だってやってやるんだから。行く。よし、あとだ。この辺りのはいなくなったね。行こう、エレン。僕たちの持ち場はこの先だ。お前ら、また後でな。よし、俺が討伐数トップだ。あ、エレン、気をつけてね。そろそろガスが心配だな。一度本部に戻って補給しようぜ。もうダメだ。誰か助けてくれ。倒せ。すまない、俺も戦う。手伝わせてくれ。お前らか。巨人が邪魔で補給に行けねえんだ。そばっこ手伝ってくれ。死にたくねえよ。自罰。討伐した後に行く。やっ。お前すごいじゃないか。次だ。楽しかった。これで絶対できる。バカ言ってんじゃねえ。俺らはこっから前線の支援任務だろうが。ビビって動けねえやつはほっとけ。とっとと補給するぞ。俺はもう死ぬのか。誰か救援を頼む。助かったぞ。感謝する訓令兵。俺は砲台を起動し援護に回る。役に立ちそうだ。補給は済ませたな。よし、ここから離れるぞ。待って、巨人が一体こっちに近づいてきてる。ほっとくわけにはいかねえな。ここで仕留めるぞ。当たって。たくさん仲間が死んでいく。無理すんなよ。その巨人、他のやつよりヤバそうだ。なかったな。もういいだろう。撤退しちまおうぜ。うなんだ。エレンたちが向かった方からだ。急ぐぞ。
衛部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。機関車！何しやがる！まじげ！よきも友達を！教えてくれたから、俺は外の世界へ。